Good morning, Night City。 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人。そのうち10人はギャング構想の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウエストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンガーをお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。来た、サイバーパンク2077やってきます。このゲームね、4月に発売予定だったんだけど、延期に延期を重ねてなんだかんだで12月になっちゃった。で、このゲームのことを、僕はトレーラーとかゲームプレイ動画とか結構上がってたけど、なるべく見ないようにしてたんで、何をする、何が目的のゲームなのかとか、その辺のこと全く知らない。ただ FPS でキアヌ・リーブスが出てるっていうことは知ってる。で、動画のタイトルがプレイステーション5版になってると思うんだけど、ちょっと語弊があって、これプレステ4版を広報互換で遊んでるんで、厳密には4版かな。ただなんか5の広報互換で遊ぶと、パフォーマンスモードにするだかなんだかで60フレームで遊べるらしいんで、5版を買いました。ああ、でモノホンの5版は来年の2021年にリリースするらしいです。ちょっとこの辺の設定を詳しく見ていじろうかな。おーし、じゃあやってこう。難易度、まあノーマルでいいでしょう。なんだこれ。あーそうだ、主人公はなんかなんだっけな、 V って名前なんだっけな。ノーマット、ストリートキッド、コーポレート。え、何これ、目的を設定できるの、経歴的な。どうしよう、これっしょ、ストリートキッドで。わあ、キャラメイクだ、キャラメイク来たよ、キャラメイク。また時間のかかりそうなやつ。今までいろんなゲームで数々のユニークでクールなキャラメイクをやってきたからね。ビオ、え、女声。あ、黒くなっちゃったちょっとこの辺カットしよう、かっこいいキャラにしちゃおう。ビーだ。はい、どうさ、結構いいんじゃない、まとも、いやまともじゃないな、なんか薬品に使ったような顔しちゃってるけど、今までのキャラメイクの中では結構まともなんじゃない。でこれなんだろう、乳首を消せんの、何の意味があるんだろう、乳首をもげんの、もがなくてもいいや。キャラメイクにあまり時間かけてもしゃあないから、これでやっていこう。まだあった。あ、これは能力値のカスタマイズか。あ、デフォの保有ポイントがあって初期をどうするか決めれると。あー、脳筋プレイをしたいから別に知力はなくていいんだよな、マイナスはできないんだ。うんうん、まあ肉体に全振りでいいでしょう。あ、できない、そんな適当は許されない。じゃあまあ均等に反応力上げたりして、ストリートキッド B ね、名前が B。
麻酔代わりだ。おーおーおー、折れた鼻を治す、飲み干す。鼻折れてる。あ、ぬるぬる動く。こんにちはっす。絆創膏と一緒だ、一気にやらないと。痛みを打ち消すのは酒だよな。ああ、結局鼻を治すの。うわあ。それはどうしたんだ。強盗に襲われたんだ。どうしてやったか。相手はここらのやつか。ペペ、地元のやつが俺にそんなことすると思うか。ところで B、 実は俺もちと困ったことになってて。ペペ、ペペローション。いや、なんでもない。何かトラブルか。なんだ、やぶから棒に。どうしたんだ。おう、聞いてくれるのか。いや、実はな、各に金を借りてて、明日までに返さねえと足を折るって。やつはやると言ったらやる。バックにはカルテルもいるしな。カークに借りたのか。ヘイウッド中で嫌われてるあの金の亡者に。弟が出所したのを盛大に祝ってやりたくてな。やめとけよかった。ほうほうほう。過去から何も学んでないんだな。助けてくれるのか。どうしようかな。ペペ、いつになったら学ぶんだ。ねえ、弟は大丈夫なのか。ああ、あいつは元気にしてる。なあ、力を貸してくれるか。まあ、貸さないという選択肢はないみたいだし。はい。俺がカークと話している。一つ貸しだからな。始まった。ナイトシティ、そう、舞台がナイトシティっていう場所で、あの治安がね、最高に悪いらしい。それしか知らない。心に救う悪魔。イメージとしては何だろうな、あのアニメの、アニメ映画のなんだっけな、アキラだ、アキラに近いイメージがある。こういう世界観最高。なんか所々にもね、日本語があるらしい。街中の看板とかいろんなところに。残りはちょっと字幕ちっちゃかったからでかくしよう。視野角の設定がないのかな、しゃないで。今5で遊んでるけど、まあ60フレームになってるみたいだね。主人公の声なんか聞き覚えあるんだよな。2階でカークを探す。今日は病院に行ってたの。ハビのやつが撃たれたんだけど、肋骨が折れただけで済んだのが不幸中の。この人、この人から金借りたの。おう、カーク、ちょっといいか。久しぶりだな、B。どうかしたのか。わかった。これ B の声、不死身の杉本だ。ペペに頼まれてきたんだ。なんで横座る。金も返しに来れねえのか。別に怒っちゃいないのに、今のところはな。誰？なんでこっち見んの？いくら貸してるんだ？いくら貸してるんだ？そいつは客の個人情報だ。だがまあ、それなりの額さ。個人情報？氷菓子にもモラルがあったのか。人を何だと思ってる。これ、こいつはビッグジョーってやつなの？ドカン飛ばしてみよう。おい、何なんだ。あ、はい。多めに見てやれよ。少し待てばちゃんと払うって。俺が慈善事業をやってるように見えるか。金を借りたらきっちり返す。利子をつけてな。それが常識ってもんだろう。それとも約束もろくに守れないクズを見逃せっていうのか。今回だけでいい。俺に免じて。ビジネスはビジネスだ。
そんなことをして俺に一体何の得があるってんだ。俺に歌詞を作れる。引き入れてくれればあんたは俺に歌詞を作れる。面白い。だがもっといいアイデアがあるぞ。これは見てみろ。車で一面に乗ってる高級車だ。そいつはナイトシティに4台しかない。1台はレイフィールド社の支社長、1台はライン市長、1台はレンタカー。4台目は俺の依頼人のものになる予定だ。お前が盗むことに成功すればな。お、それが取引ですか。それでペペの借金はチャラになるのか。もちろんだ。約束は必ず守る。話はシンプルだ。レイフィールドを盗めば借金はチャラ。なんならお前に分け前もくれてやる。太っ腹だろ。車の持ち主はエンバースってクラブの常連だ。毎週金曜必ず顔を出す。そこの駐車場で仲間のリックが働いてんだ。現場に着いたら監視カメラを切りゲートを開けてくれる。あとは車に乗り込んで走り去るだけだ。簡単だろ。ほうほうほう。持ち主は？車の持ち主は海の向こうから来た荒坂のコープだ。体中から金が湧き出てやがる。名前は？知らないしどうでもいい。車の価値とどこにあるかさえ分かってりゃ十分だ。実際どうやって盗めばいいんだ。車の下に潜り込んで配線をいじればエンジンがかかるとでも。この手の車には最先端の防犯システムが搭載されてるはずだ。レイフィールドの技術者が修理に使うキーをコピーした。ロックの解除も認証の突破も朝飯前だ。レイフィールド用のマスターキーってことか。そんなうまい話があるわけないだろう。歌舞伎の変態技術屋連中が裏で扱ってる商品に比べたらこんなもんはガキのおもちゃさ。ってことで取引成立か。なんだろうな、こういう選択肢がちょっと分かれてるあたり、信頼度でもあんのかな。急いでるんだがな。シャツが汚れてるぞ。そこだ。なんとか言えよ。裏切ったらただじゃ。落ち着けよ。ちゃんとお前にも分け前をやるって。グレンにあるエンバースに行け。ガレージでリックが待ってる。仲良くやれよ。じゃあ頼んだぞ。また連絡する。ペペの借金帳消しのために高級車盗んでこいってか。このデブチンはずっと見てくるしこっち。なんだろうな、 B はこの界隈である程度信頼されてる人物なの？あ、ジャンプできる。俺はペラレスに一票だ。すごいな、周りの人間の会話も全部日本語になってる。チャンピオンになれねえって何言ってんだ。俺と一緒だから。ペペと喋れんのかな。それでバレンティノのからシェンプレペンデコ。カークは見逃してくれるそうだ。その代わり俺にでかい借りができたから助かったよ。 B、 お前は命の恩人だ。よく見たらギッシュ。さてさて、ん？なんだこれ。必勝祭パンツァ遊べるわけじゃないんだ。色合いが目悪くなるわ。で、借金ってのはエンバースに行く。当然のことながらオープンワールド。え？ど広いな。ど広いな。なんかね、このゲーム、
100時間ぐらい遊んでも全然終わりが見えないらしい。どんだけ遊べるんだ。クラフト、はい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 、この辺こと細かく見ないと理解が追いつかない。で、今メインジョブオンリーでしょ。危険度中。もうちょっとまともなキャラメイクでもよかったかも。まあ、いきなり殴りかかったりはできないか。誰？槍持ってる？持ってないっす。誰？誰だ？前に会ったことあったか？タバコが欲しいだけなんだけど。ああ、そうでしたか。何か恵んでくれないか。ホームレス？見るからに治安は悪そうだ。今日は退役兵ってわけか。まあな、戦争の話は受けがいいんだよ。上げてみる。ほら、これでいいか。ありがとう。あ、飛ばしちゃった。間違った。あ、そっか、別にしゃがむ、あ、しゃがむある。はいはいはい。サイボーグの神が来て、羊たちを貪り食うだろう。ちょっと、この路地、暗いせいで、人がいるのがわかんねえ。おや、誰かと思えば、ハゲチャビン。B、久しぶりだな。戻ってきたのか。あ、今遺体入ってた。地元が恋しくなってな。セバスチャン・イバラ、ちっとも変わってないな。名前で呼ばれるのは久しぶりだ。懐かしい響きだな。元気にしてたか、パドレ。相変わらずだ。ヘイウッドじゃ時間が止まってる。それよりお前はどうなんだ。 2,3 週間前にアトランタから戻ったとか。随分な歓迎を受けたようだな。東はどうだった。また今度話すよ。今はちょっと忙しい。そう言わずに今教えてくれ。乗せてってやろう。マーカス、行くぞ。高そうな車。失礼します。行き先はグレンダ、エンバースで降ろしてくれ。それだけか。裏のスロープに行ってくれ。着いたらまた指示する。だそうだ、マーカス。広角機動体感もあるな。久々のナイトシティはどうだ。仕事は2年ぶりだが、ここは何も変わってないな。それがヘイウッドだ。深い根に同じ血が永遠と注ぎ込まれている。で、お前はどうしてるんだ。いろいろあったが、大した話は何にも。一応、おかげさまでなんとかやってる。要は、アトランタじゃ思うようにいかなかったんだな。特に何かを期待してたわけじゃない。ここよりマシだろうとは思ってたが、そうじゃなかった。何、きっとなんとかなるさ。外をじっくり歩いてみたい。くそ。お、なんすか、煽り運転すか。止めろ。一体何なんだ。仕事だ。武器は？コロツキ？あ、頭が世紀末。セバスチャン・イバラ。今日の俺はついてるぜ。何の用だ？例の剣に型をつけようと思ってな。一度しか言わねえからよく聞けよ。ビスタから出ていけ。
手下ごと引き上げるんだ。代わりにグレンはくれてやる。平和的解決さ。悪い話じゃねえはずだ。どうだ、身の程をわきまえたらどうだ。誰だてめえは、しゃしゃってんじゃねえ。お前こそ誰だ。知らないってことは小物中の小物なんだろうがな。で、他に言うことはあるか。話はどうやらここまでのようだな。なめんなよパドレ。せいぜい背後に気をつけるんだな。お前もだクソガキ。マーカス、どうせ。自分のルーツを忘れてはいないようだな。いい切れ味だった。ここらに残ってるのは三下ばかりだ。中高を前にしたらすぐ尻尾を巻く。誕生日に今のやつは気にするな。来週にはいなくなり、また別のやつがその穴を埋める。やり返さなくていいのか。報いは受けさせるさ、必ずな。2年ぶりに戻ってきたって言ってるけど、じゃあ2年前までは B はそれなりにこの町では有名な人なのか。そこでいい。止めてくれ。下に降りる。これを渡しておく。あんたの番号か。念のためだ。また一緒に仕事をしてもいい。2年前のようにな。助かるよパドリ。それじゃ。知られん。